チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は北海道森町にある家族連れに人気のアミューズメントパークにあるホテルグリーンピア大沼に泊まってみました。このように宿泊者限定で無料のコーヒーサービスもあります。販売しております。ちなみに、翌日の朝食会場はこちらです。なお、今回のお部屋は、5階にあります。眺めが良いそうですが、どうなんだろうね。こちらが今回のお部屋です。それではルームツアー開始します。
は和室タイプになっております。和室であること以外は、基本的な設備は全て揃っていますね。今回は、その読み上げがあったので、
紹介します。こちらのお菓子が漏れなくついています。後ほど試食してみます。温泉が無料で利用することができます。それでは屋内のアミューズメントはどのようなものがあるか巡ってみたいと思います。エレベーターでこちらに降りたら早速ゲームコーナーがありました。ここでゲーム三昧もいいですね。隣接して写真館もあります。こちらでアニメキャラのコスプレ撮影とかロマンがありますね。それでは温泉などがあるエリアに向かいます。こちらは温泉です。カッコーンといい感じに浸かることができます。ウォータースライダー付きのプールなどもあります。
しいです。こちらでマッサージされるの最高です。なお、ゲームコーナー青くんは、卓球場もあります。自販機などを紹介していきたいと思います。
ちらでは、徳川カップヌードル禁止令で有名なカップヌードル味噌もありました。ミックミクですね。それでは、部屋に戻ります。これから玉手箱を開けてみます。中身はお茶などです。それではサンプルとして設置されているこちらのパズルやってみたいと思います。を組み立てるようですが、どう考えても難しすぎです。
テレビは基本的なものしか映らないようです。設備が少し古めだからか、今は亡きアナログモードもありました。うわぁ、土砂降りになってきていました。なので、このように布団を敷いていかないと寝ることができないのです。それでは、こちらのお菓子を試食したいと思います。このお菓子は、長万部町にあるハッピーディアーズというお菓子屋で販売されているもので、お土産としてもらうことができました。こちらのいかめしせんべいは、売店で購入したものです。いかめしの味がして美味しいです。それでは、これから寝ます。おやすみなさい。そして、翌日は天気が一転し、晴れていました。それでは、朝食バイキングに行きます。このような大きい会場で、好きなものを自由に取って食べることができます。
性あふれる料理もあります。それでは、これから屋外アミューズメントはどのようなものがあるか紹介します。基本的には、このように自転車や車などを運転するものが多いようです。という運転免許が必要な敷地内限定で走行できる車もあります。それではランドカーを実際に運転してみます。公道なので、きちんと道路標識などは厳守しましょう。それでは、最後に大沼公園に寄っていきたいと思っていたら、まさかの野生の狐に遭遇しました。次回は、神奈川県横浜市にある、横浜みなとみらい万葉クラブに泊まってみたので、紹介していきたいと思います。今後もホテル巡りは展開しますので、見逃さないようにチャンネル登録お願いします。